じゃあちょっとじゃあミスチルさんとは結構もう深いというか。ああもう桜井くんは大好き私。ああじゃあちょっとそれをぜひ聞かせていただきたいですねちょっと。いいですか。あお願いしますちょっと。でもアレンジのやつで歌いたいミスチルっぽくやったらアレンジのやつでではいそうですよね。そう歌いたい。わかりました。だけの夢をかき集め探し物を探しに行くのさ One Piece 羅針盤なんて渋滞のもと熱に浮かされ舵を取るのさ埃かぶってた宝の地図を確かめたもんなら伝説じゃない個人的な嵐は誰かのバイオリズムを買って思い過ごせばいいあんだけの夢をかき集め探し物を探しに行くのさそれという wanna be my friend We are on the cruise We are ちょっともうわかんないですアッコさんじゃないけど桜井さん本人桜井さんマリーゴールドもあるんですよね歌詞そう一応マリーゴールドじゃあそのあいみょんさんのマリーゴールドを淳さんで歌っていただくってことですかそうそれではあいみょんさんのマリーゴールドをEXILEっぽく東京のマネしますもうそっからなんやね風の強さがちょっと心を揺さぶりすぎて Baby 初めに見つめた君が恋しいてんぐり返しの日々かわいそうなふりをしてだらけてみたけど希望の光は目の前でずっと輝いてる幸せだめっちゃ良かったです。いやこれ難しいですねなんか。いやめちゃめちゃいいですよ。いや難しいですねでもやっぱ普段なんかあもうアッコさんでもないわ今。普段君らがやってるのってなんか簡単にやってるように見て本当に難しいのね。ちょっといいですか？いやいいですよ全然。ズマ。腕上げたら怒ると見せかけて褒めるアッコさんじゃあ、まあ、せっかくなんでズマくんも一緒に玉置浩二さんと米津玄師さんの「レモン」を玉置浩二さんと久保田利伸さんでリリースします毎回ねワンテンポ遅れるんだよな「夢ならばどれ」たでしょう。いまだにあなたのことを夢に見る。忘れたものを取りに帰るように Lady 古びた思い出の誇りを払う。世界あることも最後にあなたが教えてくれた。いつに隠してた暗い過去もあなたが永遠に暗いありはしないと分かっている Baby あの日の悲しみさえあの日の苦しみさえその全てを愛してたあなたと共にもあの日の悲しみさえ愛してますか。自由やな。ありがとうございます。いややっぱり玉置浩二さんっていいね。いやなんかこう往年の良さみたいなのがありますね。すごいやっぱりね。なんか癖になるアレンジがなんかこうスルメを噛んでるようなスルメ噛めば噛むほどね。そうもうスルメなのよ。スルメね。そうもう大五郎こうやって大五郎ってお酒をねあってやってもうついでやつ飲もうと思ったけどやっぱこっちで飲もうみたいな男らしくいこうどっちにアレンジしようみたいなのをもうねやっぱねやってるよね。やってる。まあまあこう君何言ってんのもう本当に楽しかった、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。いやちょっとこんなに音楽的なことができるとは思ってなかったんでいやもう予想をはるかに上回る感じでもう超絶感動しました、ね、僕は本当に。じゃあ最後虹色侍にお任せで終わりましょう。最後あ僕らもいいんですか。一緒にわかりました。いいですか。はい。じゃあコラボソングも虹色侍にお任せ。チャンネル登録よろしい。本当にありがとうございました。いや本当にありがとうございました。本当にいやありがとうございました。めちゃくちゃ楽しかったです。俺もちょっとびっくりしました。本当にちょっと本当にそうなん言ってくださいよ一言。いやなんかもう心の準備がないからもうアッコさんで来はったからもう抜いたら野球部じゃないですか。野球部だったらだいぶソフトな言い方ですけどね。過去なんかいじられたりとかどんな感じ言われたんですか。もうだからミスチルがすごい上手なハゲてる人っていうので大学の頃ハゲチルって言われてました。チャンネル登録よろしい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 。チャンネル登録よろしく。チャンネル登録